いつも DMJ TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。島田と、そしてお供の稲垣です。よろしくお願いいたします、はい、そして私もおります、小林でございます。よろしくお願いいたします。噛み合わないリズムだった。すいません、ごめんなさい、すいません。稲垣さん、小林さん、もう今のトークは無視、今のところ。チームワークゼロです。よしよし、抜ける前に、抜ける前に話し、はい、稲垣さんも何、え、小林さんも9月のポップアップのお知らせになります。早いもので、いっぱいいっぱいだろ。9月ですよ、9月セプテンバーンってことですね、はい、そうですね、あれですね、はい、今シャズナですね。違います。シャズナ、知らないか、ごめんなさい。違います、全然違いますよ。そして、ね、ガッツはですね、はい、竹内真理さんですね、はい、失礼しました。シャズナさんのあの名曲かと思いましたが、音痴でごめんね。なんとなんと、はい、初めて開催をさせていただく阪神百貨店さんで、ありがとうございます。初めてか。そうなんです、はい、ありがとうございます。この9月7日水曜日から13日火曜日の1週間ですね、はい、なんと3階のイベントテラスというのがものすごく大きなスペースを今回、はい、DMJ さんどうだということでご提供いただいて、はい、なんとそのスペース内にはカフェスペースもあるということ で、テラス外、いや、百貨店の建物内なんですけれども、はい、そこに、ま、カフェスペースが併設されていて、そこでのポップアップ。おしゃれだね。はい、ちょっとツタヤみたいな感じ。でもね、本当におしゃれなスペースで行きたいな、9月。行きたいな、9月。行きたいですね。あ、3人で行くの？何ですか？あ、でも私9月の7日はダメでした。何？オンエアがありました。あ、オンエア。そうだね。9月。でも13日まで。そうですね。そうですね。もし行ければ。はい。週末は小林さん、あのイベントもございます。また後ほどそれはご相談させてください。ということで今回初開催の、もっと集中して、すいません、ポップアップに阪神百貨店さん、もうそんな場所をいただいたからには、はい、ADMJ としても本当にスペシャルイベント、今までやったことがなかったイベントを阪神百貨店様、そしてご来店いただくお客様のためにやろうということで、はい、このようなスペシャルなウォレットバッグご用意をさせていただいたんです。すごいですね、はい、もうかなりこれも在庫数もわずかなスネークスキンを使ったウォレットバッグ、はい、エレファンテとホワイトパーライズと、これはもう現物を販売させていただくというバッグなんですけれども、はいはいはい、さらになんとこの大好評、いつも作っても作っても皆さんにお買い上げいただいて完売になってしまうショルダーストラップ、はい、これのオーダー会を今回初めて開催をさせていただくことになりました。はい、はい、で、ちょっとまた後ほど詳細画像をご覧いただくんですが、はい、このストラップ実は、スワロビーがですね、M サイズ、S サイズがこちらに一つずつ、それからもうワンサイドには色の違うスワロビーの、M サイズ、S サイズというのがついているんです。すごいんだよね。はい。はい、このような作りのものをベースとして、うん、今回オーダー会をさせていただくんですけれども、はい、ちょっと、B のモチーフはいいかなという方には、はい、B を取り除いたタイプ、受けたまらせていただきます。ソーイングのみですね。そうですね。はい。はい。ちょっと各色あるんですけれども。色も。はい。ちょっと今日、現物をご用意させていただけるのはこちらのシエナのみなんですが、はい、ブラックでご覧いただくと、これが元々のスワロ B がついたタイプ。そして、これがドアップの画像ですね。失礼しました。そんな表現はしないです。アップでございます。失礼しました。田舎者出ちゃいましたね。こちらはスワロソーイングのみのタイプですね。はい、これがなんと、ブラックシエナ、はい、そしてセメントフォレストマリンということで、全5色お客様のお好きなカラーをお選びいただけると。すごいイベントですね。これがフォレスト。はい、そして、セメントですね。はい。はい。それからこれも素敵なんです。マリン。はい。はい。これがそれぞれスワロフスキークリスタルのソーイング、もしくはスワロ B がないタイプ。これをお選びいただけるという、
これいいですね、このイベント。ちょっと羨ましそうですね。羨ましいんですけど、もう初開催ということで、ぜひ、ね、西日本にお住まいのお客様、ご来店可能なお客様は、この1週間でお越しいただければ、お好きなカラー、お好きなデザインで、ストラップをオーダーしていただくことができますので、ぜひ、ちょっと詳細なお値段はまた売り場の方をお問い合わせいただくか、ご来店いただいた際に、質問いただければと思いますが、はい、ショルダーストラップカスタムオーダー、この全5色で、3パターンですね、長さのご要望をいただけるということで、はい、このスワロはザ・ビートソーイングの両方の今、はい、島田が手に持ってるタイプ、ね、それからもう一つはソーイングのみ、B がいないタイプのこの2つ で、はい、でさらに長さを、はい、何 ?10 センチごとに追加料金だけれども、はい、出していただくことができるということですね。そうですね、はい。はい。大変失礼しました。はい。ということで、うん、この3パターンからお選びいただけるオーダー会を初めて開催をさせていただきますので。3パターン。2パターンで、さらに長さはご自由にですってことですね。そうですね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。という、阪神百貨店さんでのポップアップのご紹介でございました。はい。そして、うん、時期を同じくしまして、はい、もう一店舗ご紹介がありますので、稲垣さんではお願いいたします。じゃあ、ちょっと商品が変わりますので、はい、お持ちしますね。お持ちします。はい。私からは、東武百貨店さんの船橋店。はい。こちらで、1階イベントスペースにて9月の8日の木曜日から14日の水曜日までの、この期間中のポップアップなんですけれども、かなり久しぶりに。はい。そうですよね。久しぶりここ。はい。うん。何年ぶりでしょうか。え、そんな？はい。そうですね。コロナ前ですね。前でした。はい。そっか。はい。じゃあもうまるっと3年ぐらいは経つとこですね。そうですね。なんだかんだ言ってね。はい。はい。ということで、じゃあちょっとこの時期に、9月の8日から、こちらにもお伺いするということなんですけど、まあ、いろんな商品が当然のことながら出てくると思うんですが、はい、その中で、今ちょっと、ここにあるものをお持ちしました。これちょっと、ほら。マジックライト。マジックライト。私の。私は。私のここにない。私のって何？いや、ここにないマロンを持ってますが。はい。かなりね、マジックライト生活充実してきて。本当ですね。はい。どうも他のも持てなくなるんじゃないかって言いつつも他のも買っちゃってるというね、この日々なんですけど。そうなんですよ。マジックライト本当にいろんな、形がね、はい、今シーズンも出ていて、皆様も迷いに迷ってらっしゃると思うんですけど、このタイプってどういう生活スタイルの方が便利ですか？でも普段、うん、まあ、お荷物の感じもちょうどいいですし、はい、我々としては、うん、このストライプのマレットがついているマジックライトはこれだけなんです。あ、ここね、はい、ここね、持ち手のところが。そうなんですよ。それが可愛いと私は思ってこれを買いました。おお、あのね、すっごいここがまた、ちょっと、しなやかさがね、はい、尋常じゃなくって、肉厚で持った時に、すごく気持ちいいね。そうですよね。これ、はい、クッション性があるの、このマレットっていうテープ。いや、もう本当に細い糸を、はい、しっかり、こう、まあ、マレット社の技術で編み込んでいる、うん、この、はい、折り方、うん、そして、ね、この色も、まあ、レッド社ならではの糸色を、ね、まあ、デザイナー小林が選んで、はい、この配色を作り上げているわけなんですが、このね、ダークブラウンとチャコールね、チャコールグレーの何なの組み合わせ、組み合わせね、どうなってんのっていう感じですよね。すごいセンスだよね、やっぱり。私は何より好きなのはこの、うん、リンカーン大統領のね、ここね、意思あるものには道が開ける、はい、なんか今本当に私がこう直面している仕事、はい、なんか震えないでくださいね。いや、すいません。本当に直面していることに対して、はい、なんか本当にありがたい言葉だなと思っています、うん、はい、やっぱりなんかこう予言的なものを持ってくるのが ADMJ だなと思いました。すごいね。これ、来るそうですよ、ポップアップ。それからもう一つ、なんかちょっとブームまた来てるの、はい、今これ。ワンハンドル。やたらとさっきから紹介してるんだけど。そうですよね。はい。でも何よりも、これは、これ自体についていないストラップをこの角管のところにつけていただくことができるので。はい。そうすると、そうすると、ものすごく使い勝手がいい。そうなんですよ。ショルダーになるという。島田くん、そこに、はい。ナストロスピガートが1個ついておりますね。ありがとうございます。はい、
今一生懸命島田さんが頑張って外しております。頑張って外しております。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお借りします。あのこれちょっと今全然色も違うものなんですけど、雰囲気ね、雰囲気として見てください。こうなるんだよね。そうなんです、ね、これがねめちゃくちゃ便利な、便利なんだよね。そのあのワンハンドルのところは柳さんね、はい、中にねシュッと入れられます。で蓋を上から敷いていただけるとすっきり、すっきり、違うこと言ってた、あぶほら、これその前面のマグネット開閉が何よりオートマティカルな秘密なんですよ。私大好きです。そこに携帯入れて。もう本当携帯ってまた言っちゃった。はい、スマホ入れて、取りました。はい、ピッピッってもう指一本で閉まってくれるという。はい、素晴らしい作りですよ。これは、世界広しとも、はい、この前ポケないですよね。見ないね。ないないない。そうですよね。作り方が。世界広しとも分からない表現が今、自己嫌悪に陥りました。すいません。ないですよね。多分真似できない。ちょっとめんどくさい作りなんで、なんでかっていうと、そこね、はい、あの工夫してあるのが、うん、そのまま普通に作ってしまうと、うん、ペンとかが中に、潜り込んじゃうんですよ、そこの方に。でもそうならないような工夫もしてあったり、はい、うん、きめ細かい作りがそこの笹町の前ポケにね、はい、しっかり詰め込まれているので、はい、ね、多分ね他は諦めたんだと思う。ちょっとそこの部分だけまた別作りしてるんですよね、はい、前ポケ、はい、それを後からつけるのでね、まあ、本当に工程が複雑、はい、まあ、多く渡っているものなので、うん、まあ、本当に名品ですよね、我々の中でも、ね、これはもう素晴らしい、本当に素晴らしい。さあということで、もうこれもポップアップ登場するということなので、はい、ちょっと前々から気になっていたわという方がいらっしゃいましたらば、是が人も東武百貨店さん船橋店久々ということなのでお越しください。はい、1回イベントスペース9月の8日の木曜日から14日の水曜日までの開催となっております。はい。はい、ということで、はい、ぜひ、あの、本当にいろいろな場所で、様々、行われておりますが、はい、あの、行けないわという方は、ぜひ、またお問い合わせもお待ちいたしております。はい、以上、ここまでの配信、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ご視聴いただき、ありがとうございました。